クルイビー・リーフ市電は、ウクライナのクルイビー・リーフ市内に存在する路面電車。2020年現在、ライトレール路線のクルイビー・リーフメトロトラムと共に、市営企業の高速路面電車によって運営されている。ソビエト連邦時代の1935年2月20日に開通した、ウクライナの工業都市であるクルイビー・リーフ市内を走る路面電車。都市の発展ともに、 路線網も拡大し、1986年には、ライトレール路線である、クルイビーイリーフメトロトラムも開通した。このメトロトラムと市電の路線網は長らく独立して、運用されていたが、2010年代以降は、双方の路線の接続が図られており、2012年の、延伸と同時に営業運転を開始した、3 m 号線や2015年に登場した4、 M5 線は市電への乗り入れを行っている。また、運営組織についても2013年までメトロトラムと市電で独立していたが、市議会での採択に伴い同年7月18日以降はメトロトラムを運営していた高速路面電車への統合が行われている。2020年現在、メトロトラムを含めた路面電車の系統は以下の通り、 運賃は2016年以降2.5フリーニアに設定されている。2020年時点でクルイビー・イリーフ資源を呼び、クルイビー・イリーフメトロトラムに在籍する営業用車両は以下の通りである。資源とメトロトラムで車両は共用されておらず、資源は旧ソ連時代や製造された車両やウクライナの国産車両がメトロトラムでは主にチェコスロバキアの KD た。 トラ製車両や改造車両が使用されている。ありがとうございます。